皆さんこんにちは、こんばんは、みさこです。沖縄に着きまして、今ホテルの部屋なんですけど、ちょっと着いてすぐ仕事パタパタってやってたら、もうすっかり外が暗くなってしまったので、ちょっと国際通りにご飯食べに行きたいなと思います。今回の目的はもちろん、彼のビーサカの試合を見に来ているんですが、ちょっと仕事なんかも挟みつつになるんで、観光してる時間あるのかなっていう感じですが、まあせっかくなんで楽しんでいきたいと思います。やってるってことですか？今やってるか分かんない、なしてしまったか分かんない。分かりました、ありがとうございます。ハイボール、あ、ハイボール、そう忘れられる。会話の方がここの注文の後でしたよね。すぐにあー、ナイスって思ったら忘れ、そういう感じ。観光ですか？あ、そうでしたか。この辺のセントラルエリアすごいいいですね。やばいですね。どこからですか？茨城から。あ、私も東京から。あ、来ましたよ、ハイボール。一つのことをやったら一つのことはなかったら忘れちゃう。やってるんですよ。あ、そうなんですよ。俺ね、見たことあるんですよ。嘘だ。いや、嘘だ。だってそんな有名なチャンネルじゃないですよ。なんか沖縄来る時に結構見たりしたね。あ、まだね、沖縄はまだ上げてないから違う。なんか見たことあるような気がして。沖縄県初ですわ。いますね。ちなみに私自営なんですけど、あの映像制作はメインにしていて、 YouTube 以外の普通にイベントの映像とか、リアル脱出ゲームって聞いたことあります？脱出ゲーム、スクラップとか夜中とか、はい、全公演してるやつで見たんじゃないんですか？いつ頃から行ってます？それで見た、そうか、俺見たことあるんですよ。いつ頃から行ってます？いや、もう多分2015年から行ってて、18年結構ずっとやってて。忘れられた実験室からの脱出ってプレイされました？行ってますね。アンドロイドがいて、あ、テーマソング歌ってます。すげえ、ちょっと俺憧れるわ。なるほどね。俺だって、また歌舞伎町のスクラップがあると、あ、はい、東京の制作中華街のやつはもうめっちゃ行ってますよ。あ、それさ、俺が中華街に行ってるんですか？そう、あの時もスクラップ、あの時も応援行ってるから。うわ、それだから団員なんか、あ、ありがとうございます。団員のテーマソングずっと作ってました。あ、そうなんだ。
絶対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 とってもいい笑顔、素敵です。ありがとうございます。頑固さんですね。はい、せー、はい、ありがとうございます。うまかった、牛負けた。え、それ俺二十歳ぐらいの時に言ってたよ。おい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 、すごっ。え、ほんとに。いただきます。めっちゃ美味しいでしょ。うまっ。うまいぐらい美味しい。やばっ。めっちゃ美味しいでしょ。うん、やっぱね、海鮮がコスパが最強だわ。うますぎる。九点盛りの四貫漬けです。説明させて。カジキ。はい。マグロ。はい。カンパチ。はい。イカ。はい。マダイ。はい。赤貝。はい。シメサバ。はい。サーモン。はい。カツオでございます。で、締めていくら？1280円でございます。バカ野郎。めっちゃ美味しいから。うーん、え、うまいっしょ。